第2回日、中韓三カ国交流陸上競技大会は、2015年7月12日に、日本の札幌市で開催された、日本、中国、韓国の三カ国による、第2回交流陸上競技大会である。初の日本開催となった、今大会は、南部忠平ら記念陸上競技大会との合同開催で行われた。今後3年おきに、南部大会との開催予定。 今大会の日本代表には、男子400メートルハードルの松下祐希、男子3段飛べの石川和義、男子砲丸投げの畑瀬里氏、女子400メートルの青木さやか、女子100メートルハードルの志村ひとみ、女子棒高跳びの達田夏苗、女子総幅跳びの岡山佐、英子、女子砲丸投げの大田綾といった6月の日本選手権で優勝した選手や、 男子400メートルハードルの岸本隆子をはじめとする日本選手権で入賞した選手など男女各17名が選出された。これらの選手は日本選手権で優勝や入賞を果たしながらも8月の北京世界選手権の参加標準記録を突破していないため日本選手権後に発表された北京世界選手権日本代表には選出されなかった。今大会で 参加標準記録を突破すれば、北京世界選手権日本代表に追加される、可能性は高かったが、参加標準記録を突破した選手は出なかった。今大会は、男子のトラック競技4種目はすべて日本勢が制し、前回大会の3種目を上回る4種目で、日本勢が優勝した。しかし、その4種目以外のすべての種目は、中国勢が制し、 国別対抗戦は2大会連続で中国が1位、日本が2位、韓国が3位という結果になった。男子砲丸投げで韓国代表の低飛と雨が韓国新記録となる19メートル49をマークした。ありがとうございます。